フルスイングできないからねということ、まあ、本当にそのぴったりのスイングでもありました。さあ今日のゲーム振り返ります。西の立ち上がり、まず上林を三振、見逃し三振、内側いっぱい、素晴らしいボールでした。ランナーセカンドで柳田の打球はセンターへ抜けようかという打球、止めた福田、ランナーホームに帰ってくる、バックホーム、いいボールが帰ってきました。タッチアウト、本当にこれいいプレーでしたよね、はい、ここ1点を阻した。その後西もデスパイネを三振に打ち取ります。バンデンハーグのこれは2回のピッチング、ランナーを置くんですが、マレーのワンパンタックルカーブで三振、ランナー盗塁で背中にするんですが、西野も三振見逃し、ここは少しかわいそうでしたよね、はい、この後立ちましょうところと、まあ、このチャンスをバファローズ生かすことができませんでした。吉田選手の盗塁生かしたかったですね。さあ3回です。ワンアウトランナー三塁と一塁、チャンスを作ったホークス、バッターは中村晃、センターへ打ち上げる距離は十分です、はい、もうここは、ね、はい、少しボールが先行してしまったんで、ダイヤぐらいはしょうがなかったと思いますね。マッキャナホームに帰って1点先制のホークス、1対0。さらに2アウトランナー1塁でバッターボックスは柳田悠岐、この当たりでした。そうですよね、フォース系のボールで、ね、低いところでボールを誘ってるんですけどね、その次のボールでしたね、完璧でしたね。第20号のツーランホームラン、3点目が入ります。さらに4回2アウトランナー2塁で今日スタメンマスの市川、これも初球出していきました、はい、4打者目、はい、4球目ですよね、3球間割っていきます。タイムリーツーベース、これで4点目。さらに6回バッターの打球がショートの左足を飛び込んでいったんですがヒット、ワンアウト一塁で西田の打球がライナーで、甘いボールだといえば甘いボールなんですけどもね、本当にいいスイングしましたね。3戦連発第3号のツーランホームラン、6点目入って、まあ、そこでそのあとヒットを打たれた後、西田が5番です。その後ディクソンが7回からマウンドに上がるんですが、まずは先頭バッター中村ショートライナー、柳田はスイングアウトの三振、ランナー一塁に置くんですが内川、ここはライトフライト、まあ、今日中継ぎに回ったディクソンがこの7回を抑えました。さあバンディーハーブ7回のピッチング、先頭バッターマレーの三振、西野も三振と、この7回をしっかり投げ切りました。2人目にホダマウンドに上がって8回2アウトランナーなしから大城の打球はライトオーバー、これがツーベースになります。ただ続く福田はピッチャーゴロと、ここは美穂が踏ん張ってバファローズチャンスを生かすことはできません。そして9回、この回もディクソンがマウンドに上がるんですが、ランナーを置いて中村晃しぶとく一二塁間を割っていきます。ダイソー福田ホームに帰って7点目、さらに2アウトランナー3塁で途中からショートのポジションに入っていました高田がレフトオーバーのタイムリーヒット、これがツーベース、8点目が入ります。気づけばホークスは今日15安打、素晴らしいですよね。そして9回寺原がマウンドに上がってランナー背負うんですが、西野は最後はこの辺りがショートゴロ、高田が軽快にさばいてスリーアウト、試合終了8対0、ホークスバファローズを下しています。バンデンハーク6勝目。